はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、王座戦の準決勝、張栩九段対、井山裕太、三冠の碁を見ていきたいと思います。はい、それではお願いします。張さんもね、名人戦以来の、番組にね、出場したいところですよね。はい。はい、これは常識通りの進行で、ここに駆け継いだのがね、珍しいですね。はい。まあ、ほとんど次と、まあ、似たような意味なんですけど、ちょっと、もしかしたら寄せでね、得できるかもしれないという感じもあるかもしれません。はい。まあ、今はやっぱりかかりだと、例えばですけどね、かかりだと、まあ、こうやってやればね、一応、白の方がね、実利を取られてしまうので、まあ、三々にね、入ると、まあ、すぐ手っ取り早くで、ね、地取れますんで、はい、この進行にしましたね。手付けですか。はい、これは、まあ、多分隅から押さえると思うんですけど、外から押さえましたね。まあ、桂馬が来てるので価値が低いっていうことですね。これだと、まあ、引きになって、こうなって、まあ、この辺り構えるんでしょうかね。その時に、こう開くのがね、ちょっとつまらないので、っていう意味ですね。はい。なので、こちらから打ちました。はい。これ、押さえてしまうと三々に入った格好で、ちょっと反対の方からね、押さえた形になってしまいますんで、ちょっと打てないということで、こうなって、こうなったと。はい、ここまで開きました。はい。詰めて。はい、白もね、落ち着いていますね。はい、切りから。はい、この辺りからね、戦いになりましたね、切ってって。はい。まあ、切らずに、カケツギとか打ってればね、硬いんですけどね。で、黒もカケツグか、伸びきるか、まあ、こういう進行で。まあ、ぼちぼちね、まあ、穏やか、また当たりにしたりして、まあ、非常にね、息が長い碁かなと思うんですけど、はい、こっから切って、で、これは戦いになりましたね。はい。コスミつけて、これはどちらがね、やれる戦いでしょうかね。非常に判断が難しいですね。黒はね、どれも取られてはいけない石ですから。はい。これはちょっと様子見て。またこれでですか。これ非常に難解な読み合いですね。これつないでどうなってるかな、この死活が。そうですね。これは何でしょうかね。ツケから。切りから打つと、これどういうことなんでしょうね。こういう形が見えますけど。例えばこんな感じだとどうなんでしょうかね。これはでも白いいかな。こうはしないっていうことでしょうか。でも、かといって、これはまずいですね。やっぱり今みたいな変化になるかなってとこですか。切りから打たなかったのは。これはこうなって。切ることは、切るのは割り込みが一応待ってるんですね。いや、待って。
これはもう攻め合いでいいのかな。これはこういうのがあるので攻め合い勝ちということかなとは思いますね。一度切るのはね。非常に今ね、パッと見ただけでね、どういう意図があるのか、判断するのは難しいんですけど、とりあえずこれ取られたっていうことですね。白は捨てて打って、この辺りの利きを利用しながらこの打ち込みに、かけたわけですね。これも覗きも結構非常手段というかね、押さえるとカケツギですぐね、弾力のある形になってしまいますんでね。押さえると下がられてしまうので、ここで押さえたと。で、切ってと。黒は堂々と、これもね、助けて、打たれましたね。これ捨てようと思えばね、こんな感じで打つと、やっぱ取られちゃ大きいっていうことですね。こんな感じで打てば、これ繋がるんですけど、これ、全体を攻めてこられますかね、これで。1でもね、別に死ななそうには見えますけどね。これでも、つけは力強いですね。堂々と、白地の中に入ってね、しのいじゃおうみたいな手なんですけど。これでコスミつけて、これどうなってますかね。見た目は結構黒も危ないような見えるんですけど。これで1目はないですけど、ここでこれ取れましたね。なるほど、切りがある。切りがね、これは逃げれないんですか。こうやったら。これ決めるのかは分かりませんが。そうですね、こう単に跳ねる。これはどうなんでしょうかね。捕まっちゃったりするのかな。これが、例えばこれがこうなって、これ銃は撃たなくていいですか。この辺り、もうここは効かないんですね、多分ね。攻めは勝ってますからね。そうなると、この辺りがちょっと効いてきますね。こんな感じで、白を取られてしまうかもしれません。なので、捨てて打ちましたけど、これ取ったと。ただ、一応ね、取ってしのいだ。で、あと、ここをさばい、少し減らして。これはどうなってますか。これは助けたけど、ここがの石が生還しちゃったんですね。どうなんだ、これは。これがどうなってますか。4目あたり告げないと。これは大成功ですかね。黒が。非常に難しい読み合いだったんですけどね。ここで、投了となりました。これでね、張栩九段は、許家元、八段とね、挑戦者、決定戦を打つことになります。島の、これは王座戦ですね。島の虎丸名人とね、王座とね、戦うのはどちらか、になりますね。どちらが来てもね、楽しみな、番号となりそうです。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは、失礼します。